はい、多分生放送、このニセトレキャプチャーの調子に戻ったと思うんで、多分画面が乱れてないはずなんで、これで生放送再開していきます。パーティーは引き続きレイジュランドロス、ガルーラモロ、バレル、ヒートラン、キシンボルトロス、クルシャリアットパーティーでやっていきます。ツイッチの方にもパーティーを書いておきます。本当に自信ある構築ができて、自信ある立ち回りができるなら、ツイッターの方でも告知しようかなとは思ってるんだけど、今のところはこっそりレート放送してる感じ。対戦やっていきます。レート1807から、187から。対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。日本千葉県の伊沢和さん、レート1756。対戦よろしくお願いします。相手のパーティーが、モロバレル、ギルガルド、ヒートラン、レイジュランドロス、ミロカラス、ガルーラ、うん、なのでアムンガス、イージスラッシュ、ヒートラン、ランドロス、ティー、ミロティーク、カンガスカ、ガルーラ、クレセリア、ヒードラン、ランドロスの選出でいきます。伊沢和さん、対戦よろしくお願いします。こっちの選出はガルーラ、クロセリア、相手の選手はランドロス、ミロカロス、ランドロスの威嚇が発動していく。こう普通に言ったらランドロス相手動かさないと思うんだけど、猫魂レビがあるからなら分からんな。強引に動かしてくるかな。猫をどっちに打つかなんだけど、ミロカロスが倒されるの相手嫌なはずだから、あ、ランドロスが倒されるの嫌なはずだから、ミロカロスに猫、電磁波に、電磁波ミロカロスにします。ランドロス側からモロバレルチェンジ出てくるんじゃないかな。猫魂と冷凍ビームからたらランドロス死に危険があるから、相手は居座らないと思うんだけど、ランドロスは。なのでミロカロス、あ、そうで、ミロカロス方向に猫魂と電磁波を選択しました。ミロカロスが守ってくるかもしれんけど、まあそれはしゃあない。ガルダがメガ進化、メガガルダに猫魂が通ったフェイクアウト、ミロティックか、ミロカラスに、まあ急所は関係ないけど、でミロカラスが、ひるんで電磁波をミロカラスに入れること成功。うん、どうしようかな。ガルーラはまたセミタックルで倒すようにとして残してきてからヒドラにチェンジして、クロセリアはレンジャーをギルガルドかな。ギルガルドがまたレイジュランドチェンジかもしれんけど、それだったらそれレートビーム打ち込めるからいいやって感じにしとこう。あとミロカラスがいるから巻き込み自身はしにくいでしょうと、あと麻痺したから、うん、巻き込み自身やっぱりしにくい。味方を巻き込む、しびれで巻き込む可能性があるから。電磁波がギルガルドに入る。弱点補填神が、食べ残し身がありがたか、どっちでしょう、ギルガルド。バトルスイッチ。ラスターカノンをガルーダがいた場所にヒードランが落ちるので、まあ4分の1だから大したダメージではない。おーい、特防弾。あ、びっくりした。凍える風か。ミロカロスが
ミドカロスが、なんだっけ。痺れするの期待して身がり張るか。クルシェリアはサイコキネシスをギルガルド方向。ミドカロスにサイコキネシスって特防弾を引いて勝ち気発動させるのが怖い。ギルガルドがワイドガードあるかどうかもここで見極めたい。両方麻痺ってれば両方行動しにくいでしょうってのも勝手に考えてるけど。ギルガルド強引に動かすのないと思うんだけど、うん。レイビが入れれたか。ランドロスにチェンジ。冷凍ビーム打つれるのが一番良かったけど、まあ、しゃあない。最高記念室をランドロスに。突撃直球はなさそうだ。ヒドラミガーリを残す。うん、しゃあない。で、次のターン、ランドロスが地震撃ってくるか、トンボ狩りに逃げてくるんだけど、多分トンボ狩りだと思うんだよね。まあ、ただまだ有利だから、守って、冷凍ビーム選択しましょう。まあ、トンボで逃げる気もするけど。ヒドラ守る。ランドロスがトンボ狩りかな。まあ普通で行けば。まあトンボ狩りですね。結構いいダメージ入る。まあいじっぱりだね。と性格は多分いじっぱり。エース振りでしょう。何が出てくる。ギルガルドかラスイチア、まあ、ガルーダか。普通で行けばガルーダ。ここぞと見極めてガルーダ出してくるかな。相手は残りギルガルドと多分ガルーダなんだけど、ギルガルド出てくる。これで冷凍ビームでダメージ入るから、相手が食べ残しだったら体力回復するから持ち物が割れるはず。急所。あー、これ弱点保険かな。きついな、弱点保険は。クルセリアは死んでしまう。ということで、ヒートランで熱風打って、クルセリアをガルーダに交代して、シャドウボールしていくか。うん、これでいこう。ワイドガード持ってる可能性まだあるけど、クルセリアが死ぬのが一番痛い。ガルダにチェンジ。熱風が通る。弱点保険でしょう、多分。あれ？弱点保険じゃないの？ヒードラン耐える。ギルガルドバトルスイッチで、どっち殴ってくるか。おぉ、これはでかい。ギルガルドが火事打ち持ってる可能性がまだ気になるけど、熱風、ミラカス守るあるかな。守るあったらね、セミタックル耐えてくるか。いや、これでいいでしょ。安定タックだけど。熱風外しじゃなければギルガルド突破する。ミロカロスはオーボンの身かどうか。ギルガルド方向からレイジュランドする時威嚇入れに来るんじゃないかなと思うけど、セミタックルではミロカロス倒せない危険があるから猫騙しで止めるのがいいかなと考えた。ギルガルド引っ込めてレイジュランドですかな。うん、そこまで考えてるならランドス方向に猫騙し打てるって話かもしれんけど、ミロカロス守れないのかな。持ち物はオボンのみで、ランドロスが不意地圏内に入ればそれはそれで売り出し。ヒドラは熱風。うん、ランドロスいい感じに削っていく。
なんだろう、不意打ち縛られてるから動かない気もするし、どうだろうか。ニロカラスがスタミタックで倒されてんないかどうか。まだ微妙だな。なったら不意打ちで交代もケアできるから熱風不意打ちにするか。ナンドロス引っ込めて、出てくるのは、ギルガルド。まあ、不意打ちは通らないけど、熱風が代わりに通る。ミロカラスは、まあ、ミロカラス方向に、攻め打てるのが一番良かったけど、しゃあない。体が痺れて動けない。まあ、ズルしてますね、こっちが。これだから、デンジャーはすごい強いと思っちゃうんだけど、個人的には。相手次は、ガルーダ来るかな、そろそろ。ラス1位は、ガルーダと思うけど。ガルーダが来る。ヒードラ守って、ガルーダが、いや、相手のグロパン持ってる可能性あるか。だったら、もう死にでもいいから、熱風と、ステミタックル打つか。いや、猫魂、ガルーダ。いや、これがいいはず。相手のガルーダ目指しにか。ガルーダは、ランドロスがいればどうにかなる。ね、対面では倒されることはないから。うわぁ、グロパンか。きついな。ただこれ一回で倒されてるから、むしろそれがありがたい。ステミタクで、ミロカラス突破。ガルダ、ハンドでダメージ受ける。ランドロス。威嚇の発動順は相手が先。ほんで相手のガルダはまだ攻撃1段階上がった状態に戻った。どうすんのがいいんだ。ガルーダ殴ればいいのか。相手のガルーダはもうなんだ、守るがないはずだから、猫魂を取っときゃいいんでしょ。ステミタックルを、ランド、ああ、おーい、なんじゃそりゃ、つら、めちゃつらい。シングルダメージ、つらいな。ここから爪作業、猫魂を、ガルーダ。ひるみ考えると、いや、レンジ派だ。あー、守るあんの、おーい、マジかよ。猫魂と守るあんの、なんじゃこのガルーダ。マジかよ。守るあんのかよ、クソ。眠った方が良かったのか。
おー、不意打ち打たなきゃいけなかった。しまった、あかん、もういかん、ここまで来て負けるのはやべえな。ここまで持ち込んだのに。不意打ちを打たなきゃいけなかったのか。ステムタックの火力見誤ってるな。ガルラ守ってくるかどうか。冷凍ビーム、あーあかん、もう全然ことごとく読みが外れる。ダメだな、全然ダメだ。多分捨て身もう耐えないよね。さっきランドロスを倒しとかないといけなかったんだよな。いかんな、読みが全然ダメです。ワンチャン耐えるでもないよね、ガルダ死んじゃう火力だから。さすがに攻撃に段階アップも意地っ張り捨て身タックル耐えない。だから猫魂守るグローパンチ捨て身タックルってやばいな。このガルダ守るガルって時点でいろいろやばい。不意打を切ってる時点で、いや負けたから何も言えねえ。対戦を続けていきます。うん、レートが下がっていくぞ、落ちていくぞ。次の対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。スノーさん、奈良県のスノーさん、レート1811。うん、スノーって名前で、アラレパ、まあ、アラレパっていうか晴れ間は混ざってるけど、雪の王っていうのが非常にオーラスダブル、全国ダブルで珍しいポケモンになってるから、まあ結構印象的。相手のパーティーがリザードン、ヒードラン、レイジュランドロス、クレセリア、ズルズキン、リキノー、チャリザード、ヒートラン、ランドスティ、クレセリア、スクラフティ、エンド、なんだっけ、アボマスの。目が可能するのがリキノーとリザードン。なので、これでいこう。スノーさん対戦よろしくお願いします。相手の戦術はランドロスクレセリア。ああミラーしたな。こっちもランドロスクレセリア。威嚇の発動じゃん、こっちがサーチ。うん、なるほど。クレセリア、ゴツゴツ持って思ってそうだから、トンボ代わりランドロス。相手のクレセリア、ランドロスも交代すると思うけど、電磁波をどっちに打つからな。どうしようかな。クレセリアよりも、ランドロスが交代出てくるポケモンに、電磁波入れたいから、どっちに電磁波、サンダーウェーブ打つかって話なんだけど。ただサンダーウェーブ打つの遅れたからって5点に回るかっていうとそうでもないから、クレセリアにまず電磁波入れよう。瞑想型で積まれる方が嫌だから。相手のランドロスは突撃チョッキとかなのかな。どうなんだろう、チョッキだったら居座る可能性もまだあるけど。ヒートラン繰り出す。相手のランドロスもトンボ返り。あーめっちゃ入る、なんじゃこりゃ。急所かよ、クソ。相手にだけ急所しかれるの痛いな。これ、晴れ火炎放射っていうか、晴れオーバーヒート圏内に入っちゃうから、オーバーヒートかも火炎放射。それが痛い。
ズルズキンの威嚇。クレセリアの電磁波で相手のクレセリアを痺れさせます。サイコキネシスがレジュランド装甲、モロバレーが出てくると読んだのかな。あー、特防弾が引くのやくそ。ランドロヒドラの身代わり、クレセリは眠れ体力回復。ドゥルズキンがランドを交代するかどうか、まずは居座るかな。同じ行動2回は続けたくないから、電磁波打たなかったけど、電磁波打った方が技は通ってたか。ヒドラミが悪い。ドルズキンはケタグリ。なるほど。ヒドラの身代わりが壊れる。クレセリアトリックルーン。相手ズルズキンが何してくるか。電磁波。ズルズキン交代するかな。トリクル前で使ってくるってことは、ズルズキン以外のポケモンも遅いかどうか。さすがにヒードラ守ると判断してクレセリア方向に殴ってくるかな。ヒードラを強引に動かす方が良かったか。クレセリアをランドチェンジもあったな。そうしたら威嚇が入るから、手だくりで死ななくなってって風で。ドゥルズキンが必殺前歯じゃない、光の前歯、冷凍ビームをヒードラ方向。電磁波がドゥルズキンに。まあトリックルーム状態が続いてる。ラムか。直帰じゃねえのか、ドゥルズキン。ヒードラン。スティックトゥーザセイムポケズ。同じポケモン使い続けるのは、まあ、他に強いチームがないからが一つ大きいです。コメントで来たけど、クレセリアをランドロスにチェンジ、威嚇を入れていく。冷凍ビームがヒドラ方向で、キタグリもヒドラ方向。耐えるか。よかったことできた。熱風。やけど引ければ美味しいけど、そんな甘くはなかった。クレセリアにチェンジ。なかなか辛いな、トリックルーム状態が。ガルーダ出しても浮き出し的にちょっと辛いものがある。レイジランドスをプレシェリアにチェンジ。ヒドラン守り。20歳がクレセリア方向。まあ読まれまくりだけども、ランドを押さえて出す。電磁波をズルズキン。ゼートビームは耐えるけども、その後に続く技が手探りじゃなくて叩き落とすと、ランドスが死んじゃう可能性があるね。行動順的にクレセリアが先だから、
叩き落とされた後のレトリンを食らなくて済むのはまれた力だ。何度も巣を繰り出す。クレセリアが痺れてくれれば一番嬉しい。レトリンを食らなくて済むから。4倍弱点の。まあ、それは食らっちゃう。あれ？クレセリアから。そっちに、ああ！おーい。よかった、氷取ったぞ。もうトリックルームがあと何ターンあるんだ？ちゃんと数えてなかったけど。ゲートビームとバカ力からズズキン歩行、ズズキン引っ込めてレイジュランドロスかな。うん、これランドロス多分倒せるんじゃないかな。ゲートビームの火力が足りん可能性若干気になるけど、バカ力をレイジュランドロスに。まあこれは大したダメージじゃないが、続けてレートビームでいけるんじゃないか。いけないし、どっちかこいつも。こいつもちょっちか。なんだろう、そうガルーダチェンジ。ズズキンは麻痺状態だから、どっちみちレートビームしかダメージにならないから。レートビームつか。相手はランドロスを引っ込めて雪の、なるほど、特性雪降らしで天候が荒れ状態に。ランドロスをガルダにチェンジします。クレセリのレートビームがガルダ方向、まあ、最初ダメージではない。相手はハレセンスしてこなかった。ただこれ、雪の一回守る挟んできそうだな。って考えると、グローパンチをクレセリア方向。クレセリアはまあ一応電磁波を雪の。相手はクレセリア引っ込めて、ズルズキン。ズルズキンの威嚇発動。攻撃が1段階下がる。ガルーダがメガ進化でメガガルーダに。雪のは守る。ガルーダ、グローパンチで攻撃1段、2段階やったら、正面1段階。ドズキの体力を削っていく。ただ、ドズキに倒すにはまだ足りないな。雪の方がメガ枠だから、でトリックルーム状態。中1で最高検出落とせるか。中1最高検出。雪の方がメガ進化。メガ雪の鬼。中1。打点足りんかな。最近で落ちるか。叩き落とすが、クレセリアに。
吹雪で死んじゃうか、これ。耐えた。最高記念室で、雪菜を倒せるか。倒してない。すべてあるじゃんね、まだ。雪菜の方が倒れる。やられダメージ。で、まだトリックルーム状態。なら、また2セットル外れたか。すみません、ちょっと直す。ノーシグナルと出てるな。時々2セットルが調子悪くて画面が出なくなる。直ったか。キャプチャーデバイス初期化しています。ちょっと待ってください。出たか。雪菜を守ってくるかな。不意打ちを雪菜に通したい。つぶて。ああ、ファストガード持ってんの。おーい。通らねえ。しまった。やられたよ、完全に。これは予想してなかった。ファストガードズルズキンか。あかんやつや。じゃあ、どっちみち吹雪は通されてたから、ダメだな。トリックルームが一応終わるっちゃ終わるか。終わったけど、辛すぎだな、これ。ただ、素早さで上は取ってるから。岩流れ。熱風。これでいけるんじゃないか。ファストガールズルズキのドギも抜かれたが。トリックルーム状態終わったので、こっちが素早さで上取ってるから、行動上はランドロス、ヒートラン、雪のズルズキの順で。まあ、氷の粒っては怖いけど、威嚇2回入れてるから、インティメイト2回入れてるから。雪菜を倒す。で、熱風を外さないでくださいよ。よし、しっかり当てていく。ズズキンが倒れた。あられが止む。クレセリアの、どうしようかな。打点としては最高記念室を引いたら打ってくる感じかな。と思ったらランドロスまだいたの忘れてた。相手はランドロス、多分実施、岩流れでしょ。辛いな。素早さは確か上を取ってるけども。クレセリアをひるませないとランドロスが落とせなくて。いや、どうすりゃいいんだ。岩なだれ。ひるめ。フリンチ。自信打ってきたぞ。プレセリアひるんでくれる。あー、ダメだ。これは耐えられんし。ごめんなさい、今年は世界大会行けないのです。クレセリアがヒートランじゃなかったら、ランドロスがヒートランより遅いってことないだろうから、負けだな、これは多分。はい。あー、あかん。深夜レートやってるんだけども。なんか負けまくってる。本気でやっぱ、パーティーを本気で変えようかな。ずっとこれ使ってるし、まあ見てる人もつまんない気もするし。ここまでご視聴ありがとうございました。あとで YouTube の方にもアップしようと思うので、そっちの方でも見ていただいて、コメント、高評価、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ここまでご視聴ありがとうございました。
サンキューウォッチングマイツイッチライブストリーム。サンキュー。